まあ、いつかは勝てるさというふうに試合前には表現していた達川監督であり大下ヘッドコーチだったんですが、これはやっぱり本当の腹の底は何としても勝ちたい、いつ勝てるだろうか、どうやったらいいんだろうか、もう考えに考え、とことん考えあぐねて考え抜いた挙句の若い黒田先発ではなかったのかなという気がします。今日はヒーローインタビューは放送席見事に連敗を止めました広島カープ黒田投手です。ナイスピッチングでした。はい、ありがとうございます。そしてついに連敗が止まりました。そうですね、はい、それしかないです。はい、よかったです。はい、それにしても1回から素晴らしいピッチング、見事でした。いや、もう調子自体あんまり良くなかったんですけど、まあ、なんとか連敗中なんで、まあまあ、向こうが点取る前、あのこっちが点取るまで、まあ、こう抑えていこうっていうだけですね。あとはもう気持ちでなんとかやっていきました。その点がなかなか入りませんでしたね。そうですね、でも絶対いつか取ってくれるっていうのあったんで、自分もやっぱり武田さんもいいピッチングしてたんで、自分も負けないようにっていうだけで、はい、見応えのある投手戦でした。そうですね、終わってみればそうです。やってる最初はもう夢中だったんで何もわからなかったですけど、はい、そして黒田さんといえば達川監督の監督初勝利もご自身勝利投手ですし、そして1日遅れましたがバースデープレゼントになりましたね。そうですね、もう、はい、よかったです、それだけです、はい、そして首位ドラゴンズの連勝も止めました。よかったです。もう何も言うことないです、はい、ナイスピッチングでした、はい、ありがとうございました。どうもありがとうございました。放送席以上です。やっぱり今日は黒田です ね、まあそれにつきますね。立ち上がりはフォアボールがありました。ストライクが取れませんでした。どうなることかと思ったんですが、だんだんと尻上がりに調子を出してきて、はい、自分でも言っていた、あとはもう気持ちだけでしたという。あ、本当です ねでも最後の方はね、またドラゴンズが逆転しそうなあれはあったんですけども、はい、ちょっと今日のドラゴンズ少し油断っていうか、もう一つというのがちょっとなかったように思いますね。この放送21分でお別れいたします。あと30秒足らずです。それにしても広島がようやく連敗を脱出といっても、さあこれからあとどうでしょう。これで一気に勝ち進むという形は難しいでしょうね、うん、まだもっと主力がちょっと打たないと ね、はい、広島も、中日もちょっと調子を落としているような気がするのがやや気がかりであります。今日解説は高木守道さんでした。ありがとうございました。失礼しました。